競技の女流騎士は女性の騎士である。日本の将棋界では、プロ騎士の制度と女流騎士の制度という二つのプロ制度が並存しており、競技の女流騎士は後者を指す。女流騎士には、日本将棋連盟所属の者の、日本女子プロ将棋協会所属の者の、いずれにも所属していない者がいる。1960年代の女性教室の開催や、 女流名人戦の創設などを踏まえて、その当時の日本将棋連盟副会長であった、大山康春は、かねてより女流騎士の存在によって、普及面を充実させるという考えのもとで、女流騎士制度の確立を強く提唱し、当初は反対も多かったが、その後大戦や原田康夫などの尽力で、1974年、連盟騎士会における、満場一致の決議により、 女流騎士制度が正式に発足した。下記の6名が1974年10月31日付で制度上の女流騎士となった。この6名が女流騎士1期生である。将棋の騎士の制度に男女の区別はなく、新進騎士奨励会が1928年に創設されて以来奨励会に入会し、昇級商段規定を満たして四段に商段することが 騎士となる要件である。そのために1974年の女流騎士制度の発足以降も、女流騎士は、奨励会に重複して在籍可能で、そのために、女流騎士でありながら、騎士になるために、林場直子、中井博江、矢内理恵子、薄井良子などが、奨励会に重席していた。しかしそのことに奨励会員からの不満の声もあり、1998年に、 女流騎士総則が改正され、奨励会員と女流騎士の重複は認めないとされ、奨励会に席を置く際には、女流騎士を休会しなければならなくなった。2011年に、里見香奈女流三冠が、奨励会への挑戦を表明した。これを踏まえて、将棋連盟理事会は、女流騎士が、奨励会試験を受験し入会することは自由である、として、 女流騎士と奨励会員の重複を再度認めるようになった。里見は2011年5月に1級で編入試験に合格すると、2012年1月初段、2013年7月2段、同年12月3段に商談した。その後、奨励会3段リーグでは3期の球場を挟んで、計5期出場したが、4段商談を果たせず、年齢制限により大会した。 2021年時点で騎士になった女性はいないものの、上記の里見が、奨励会大会後に、プロ公式戦の女流参加枠で、騎士編入試験受験資格獲得に迫る成績を上げていたことと、奨励会員の西山智香が三段リーグ在籍中で、顕著な成績を上げていたことを踏まえて、いずれかが四段商談を果たした場合の明確な、 最初基準を設定することが求められていたため、2019年8月7日、日本将棋連盟は、女流棋士、女性奨励会員の棋戦参加についてで、として、女流棋士と棋士を、並行して活動できることとした。女流棋士から、奨励会を経ずに棋士になるには、女流棋戦で優秀な成績を上げて、 騎士騎士に出場し以下の条件のいずれかを満たして騎士編入試験の受験資格を得新四段5人を試験官とする五局の対局で参照を上げる必要がある女流騎士の主な仕事としては女流公式戦の対局普及活動メディア出演イベント出演指導対局講座講演聞き手将棋教室記録係などがあるしかし 対局以外については、特に決まりがあるわけではないので、それぞれのやり方に、委ねられている。現役を引退した、女流騎士は、女流公式戦の対局ができなくなるが、女流騎士としての資格や称号には、変化がなく、所属組織を大会しない限り日本将棋連盟、女流騎士会、ルプサなどそれぞれの組織の会員資格も保持される。タイトル保持者。 保持タイトル数の多い方。保持しているタイトル数が同じ場合、より上位のタイトルを保持している方が上位。クイーン称号保持者。クイーン称号を先に取得した方が上位。上記以外、後段者が上位。同段位の場合、より早くその段位になった者が上位。成績優秀な女流騎士は、騎士の公式戦のうち女流騎士枠を設けている棋戦に。 参加できる。男性棋戦 A の女流棋士枠での出場権は、タイトルホルダータイトル挑戦者クラスの女流棋士や、主催者推薦、連名推薦、女流棋士予選による選抜などで決定される。また、新人王戦については、26歳以下という枠組みの中で、年間成績によって選抜される。しかしながら1981年に、 男性棋戦への参加枠が設けられてからも、女流棋士が男性棋士に勝つことは12年後の1993年までなかった。その後も、女流棋士の男性棋戦での勝率は1割から2割に止まっていた。長きにわたって、将棋界では男女の気力差が大きいとされてきたが、2018年現在、その差は縮まっている。女流棋士が、 男性棋戦で勝利する例が増え、その中には若手精鋭の男性棋士に対する勝利も含まれるなど、女流タイトル保持者、挑戦者の実力は男性棋士と対等に戦える水準に達している。棋士及び女流棋士は個人事業主である。女流棋士については3 0 6週間、358週間が3級と位置づけられ、 女流公式戦の対局義務を免除される。女流騎士の待遇については特に公表されていないが、将棋連盟理事を務めたこともある、たまるのぼるは2019年6月の自身のコラムで、女流騎士の待遇について、期戦契約金による、経済基盤は、決して十分でなく、賞金や対局料で生活できる、女流騎士は限られて、待遇の底上げが課題だと思う。 と述べている。1974年に女流騎士制度が発足してからも長きにわたり、日本将棋連盟の正会員として、騎士総会に出席して議決権を行使できるのは、騎士のみであった。女流騎士が、日本将棋連盟の運営に関与できない状況が続いていたが、2010年11月12日に行われた日本将棋連盟臨時総会で、女流四段以上、 または、タイトル経験者である、女流騎士9名が2011年4月から、正会員になることが決まった。2011年4月1日付で、社団法人日本将棋連盟が、公益社団法人となると同時に施行された、定官では、下記のように規定されている。第3章会員第5条第1項本連盟に、次の会員を置く。 正会員本連盟の目的に賛同し入会したもので日本将棋の伝統を存続し普及発展を図るため気力が一定の水準に達したことを理事会で確認した騎士、女流騎士とする。巡回員本連盟の目的に賛同し入会したもので日本将棋連盟の伝統を存続し普及発展を図るため気力が一定の水準にある女流騎士。 指導騎手とする。略略、第二項前項の正会員をもって、一般社団法人及び、一般財団法人に関する、法律上の社員とする。さらに、清水一夫が2017年5月に、日本将棋連盟上無理事に就任し、女流騎士として、初めて、連盟の業務執行に携わることとなった。女流騎士になるには、女流二級になる必要があり、 女流騎士になる条件は、日本将棋連盟、日本女子プロ将棋協会ともにほぼ同じである。現行制度は2018年4月に改正された、ものである。満27歳未満、または、満40歳未満の女性で以下のいずれかの条件を、満たした者は、女流2級の資格を得る。資格獲得後所定の期間内に、日本将棋連盟への申請の場合は、プロ騎士。 または、日本将棋連盟の正会員である、女流騎士を師匠として、申請を行い、それぞれの承認を受けた日の翌月1日時点で、女流2級となる。女流2級昇級後の半年間は、研修期間として、公式戦の記録係などの義務が課される。なお、研修会、アマチュア時代に、女流公式戦で実績を上げていても、その実績は考慮されず、一律に、 女流2級スタートとなる。研修会から女流騎士へ、研修会で B2 クラスへ昇級するか、あるいは最初から B2 以上のクラスに入会し、入会後48局以上の対局数を満たす女流騎士志望の研修生は女流2級の資格を得る。B2 在籍開始時点で48局の対局数に満たない場合は、 対局数を満たした時点で、女流2級の資格を得、この間に C1 以下に高級した時は資格を取り消される。女流2級申請資格の有効期間は1年間で、あるが、資格獲得日から2週間以内に申請を行わない場合、半年間は新たな申請ができない。申請を行わなかった時は、半年ごと1年後に、 それぞれ2週間の申請期間が設けられ、1年後に申請を行わなかった場合資格は消滅する。また、この期間中に研修会から大会、または長期休会した場合も資格は消滅する。アマチュアから直接女流騎士へ、アマチュア出場枠のある下記の女流公式戦で所定の成績を収めた場合に、研修会員であるか否かに関わらず、 女流2級の資格を得る。ただし、権利を得た日から2週間以内に申請を行わない場合、権利は消滅する。研修会員がこの権利を行使して、女流騎士になる場合は、研修会での対局数が48局に達している。必要はない。奨励会規定の下記の条項を根拠とする。 女性の奨励会員が大会し、女流騎士を希望した場合は次の通りとする。奨励会1級以上で大会大会時の段級くらいでそのまま、女流騎士の資格を得る奨励会6級以上2級以下で大会女流2級の資格を得る、大会後2週間以内に申請しなければならない三段が、女流騎士の申請をした場合は、年齢制限はないものとする。 大会時の段級くらいでそのまま、女流騎士の資格を得るとは、例えば、女性奨励会員が一級で大会し、女流騎士に転校する場合は、女流一級となる、という意味である。ただし、奨励会時代に、女流公式戦で実績を上げていれば、女流騎士としての段級くらいを定めるにあたり、考慮される。女流騎士の資格を許さない女性の奨励会員が四段に、 商談したときは、4段商談日から2週間以内に、女流騎士申請を行うことで、女流騎士の資格を得られる。女流3級から女流2級への昇級2009年4月の制度改正により、研修会が、女流騎士育成機関となると同時に、仮の女流騎士資格として、女流3級が設けられた。女流三級は、女流公式戦への参加義務があり、女流三級から、 正規の女流騎士になるためには、下記のいずれかの条件を満たすことが必要であった。なお2018年4月の制度改正後は、経過措置を除いて、女流産休は廃止された。2年間で上記のいずれも満たせなかった場合は、女流産休の資格を取り消される。その場合でも、年齢制限に達していなければ、再度研修会から、 女流騎士資格を目指すことが可能であった。アマチュアからの女流3級になったものについては、例外規定として、そのまま本戦ベスト4に進出した場合は、即時女流に急に昇級する。また資格を失った時に研修会に入会できる規定はなかった。なお資格を失った場合、再度公式規制で、前述の条件を満たせば、 最大3回まで資格を再取得することが可能であった。自らの意思による引退と女流騎士総則の高級点規定による引退が存在する。ただし、引退後も一部の女流公式戦にアマチュアとして出場することは可能である。過去に女流王座戦アマチュア予選では第1期に林場直子、大場美香、藤田舞子が第4期に藤田。 山下和子がアマチュアとして出場したことがある。引退と同時に、あるいは引退の後に所属団体を大会する者もいる。この場合、女流騎士としての身分を放棄することとなる。女流騎士は年度成績の順位会社に該当すると高級点が付く。ただし、出産、病気による、休場の場合は高級点の大障害となる。高級点の人数は、 当該年度の起点となる4月1日現在の女流2級以上の女流騎士数を基準とする。ただし、4月1日現在の休場者数は基準人数に含まない。高級点の決め方高級点の消し方女流騎士を取り巻く環境や制度の変遷を中心に記載する。制度の変更は主に日本将棋連盟によるものである。江戸時代後期。 1809年に、大橋郎女二段が、福島純喜七段と飛車落ちで刺した寄付が残っており、これが女性が刺した、最も古い寄付とされている。勝負は、大橋が一手勝ちを収めている。その後、池田菊女、水野子女、八丁堀春、本郷正などが、女性の騎士として活動し、当時の将棋番付に名を連ねていた。 ただし人数は少なく、気力もあまり高くなかったとされる。その中でも、池田菊助は、1839年に14歳の上野房二郎と平手で対戦し合い倉ぐらの激闘を、制して勝った記録がある。また江戸、山王無料院で1840年に開かれた、将棋界の赤城大局で、11代、大橋総慶と飛車落ちで対戦。 結果は中盤で差し掛けとなった。明治時代初期の番付では四段位として名を連ねている。彼女は、ある文献では、芝神明前の怪しき女として登場しているというが、江戸、芝の名修行の娘で、華道や茶道を教えていた人物であったとされる。明治以降、その後の騎士制度発足後も、将棋関係者の間でも、将棋は、 緊張感と速さで勝負が厳しすぎて女性には向かないという意見が圧倒的に多く、将棋連盟も長年女性への普及に関しては極めて消極的だった。1961年、高島明子が奨励会に7級で入会し、史上初の女性奨励会員となり、かつ唯一の女性として1966年まで在籍した。 1968年女性のみを対象とした初めての棋戦である女流名人戦が日本将棋連盟主催で創設。1974年9月連盟棋士会における万丈一致の決議により女流棋士制度が正式に発足。1974年10月初の女流プロ公式戦として放置新聞が主催する女流プロ名人戦が創設された。 1984年4月女流騎士の育成期間として女流育成会が創設。1989年11月女流騎士発足15周年パーティーが開催されたのを契機に女流騎士会が発足。1991年4月女流騎士でクイーン称号が設けられた。1993年12月中井博恵が男性騎士戦の 第六期竜王戦で池田周一に勝利し、公式戦、対局39局目にして、初めて男性騎士に勝利した女流騎士となった。1994年6月から7月にかけて、林場直子の失踪騒動が起こる。1998年4月連盟の騎士総会で女流騎士による奨励会との重責が禁止とされた。 2003年10月奨励会を2級以上で大会した女性がそのままのダニで女流騎士に編入できる規定が設けられた。2007年5月日本将棋連盟を大会した女流騎士17名によって日本女子プロ将棋協会が設立。2009年4月女流騎士育成の機能が女流育成会から研修会に移行し、 研修会で一定のランクに昇級した者が女流騎士になれる制度になった。2009年4月騎士、女流騎士の両方を含む新たな騎士会が創設され、女流騎士会は騎士会の中の組織となる。2011年3月女流タイトル戦、理工杯女流王座戦が創設され、同時に女性奨励会員の女流騎戦参加が解禁される。 2011年4月日本将棋連盟の公益社団法人化に伴い、女流四段以上、またはタイトル獲得経験のある日本将棋連盟所属の女流騎士9名が正会員となる。2012年7月ルプサが渡辺愛を独自の規定によって女流3級と認定したことに橋を発し、日本将棋連盟、棋戦主催者、 ルプサの間で深刻な問題が発生。その後、2014年6月に連盟とルプサの間で和解が成立。2013年10月女流公式戦で顕著な実績を上げたアマチュア女性が、研修会、奨励会を経ずに、女流騎士になれる規定が設けられた。2017年2月ポーランド人のカロリーナ・ステチェンスカが、女流2級となり、騎士。 女流騎士を通じて、将棋開発の日本国籍を許さないプロとなった。2017年5月、清水一代が女流騎士として、史上初めて日本将棋連盟上無理事に就任した。2019年8月女流騎士もしくは、女性奨励会員が騎士になった場合、騎士と女流騎士を兼業できる規定が設けられた。ありがとうございます。